東洋の港港父さんのお船が寄っていった東洋の港港を数えて聞かせましょうか父さんのお船はまず神戸の港からシナの上海へ寄り香港へ寄りましたそれから仏印のサイゴンへ寄りましたマレー半島のシンガポールという港へも寄りました 日本から出かけて行って働いている日本人は上海におよそ1万5000人香港におよそ1500人シンガポールにおよそ3000人もあると聞きました父さんのお船はシンガポールからコロンボという港へ寄りましたそこは歴史に古いインドの国のうちですインドは。 お釈迦様の生まれた国であることを覚えておいてください。